えー、公金目当てにタックスイーターが群ががるる危険性があると考えますタタックスイーターとは税金の無駄遣いをして尻をむさぶ役人と彼らと結んで不,不当な利益を手にする、えー、民間人を指している言葉であり国民負担率が右肩上がりで上昇して税金を納めている一般国民が高い税負担に苦しんでいる状況を重く受け止め私はあえてこのような言葉を使わせていただいております、えー、役所はですねもともと意味がない地域事業が大量にありますが、まあ、それをですね自分たちに人件費を払いすぎているため地域事業を 実行する予算がありませんで、まあ、そこでですね町内会、自治体、NPO に頼み込んで、まあね、何かやったふりをしており、まあ、今後はです、ね、役場の役所の人数も増やせないので、まあ、正式に地域団体をですね、まあ、準公務員か、反公務員化するというものだと認識をしております高齢者の見守りや美化活動、子どもの居場所作りを行う地域団体や組織に助成金や地方交付税の使用ができるよう。 市町村が指定できる制度として、指定地域共同活動団体制度を導入する。地域活動が活発になるというメリットがある。一方で、不要な事業団体が増え、不適切な公金となることが懸念される。浜田聡さ,さん、はい、NHK から国民を守ると、浜田聡でございます。三十五分、よろしくお願いいたします。 あの今回の改正案、大きな柱三つになると認識をしております、一、えー、つ目が DX の進展を踏まえた対応、えー、つまりデジタル技術を活用した業務へのシフト、で二点目が、えー、地方公共団体、相互間の連携、協力および公共紙の連携、えー、地方公共団体が他の地方公共団体や他の、えー、地域との連携や共同体制を構築するための法整備、で三点目がです、ね、大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応と,というもので、個別法で対応できない 国民の安全に重大な影響を及ぼすさまざまな事態に対応するため、国と地方の関係において特例を設けるというものでございます。で、まあ、今回はです、ね、この3点目に大きな注目が集まり、数多く議論がなされていると認識をしております。まあ、感染症や災害などの重大な事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例については、衆議院で修正案が提出され、通過しております。 us いくら非平時だからといって、国の権限を簡単に強化すべきではないことは賛同しますので、衆議院での,の修正案を評価したいと思います。えー、私自身も、三点目の重要性は疑いないところであり、一昨日の参考に質疑でも問題提起させていただきました。ただ、私は今回の改正案、一本目、二本目の柱も極めて重要であると考え、ここでは主にその二点について質問させていただきます。でまず、一点目についてはです、ね、エルタックスに関する質問を。じ準備 準備をしておりましたが、午前中の質問委員会におきまして、音喜多委員の方からほぼ同じ質問をしていただきました。私の方からはですね。あのこれ、この点に関して感謝申し上げるとともに、あの時間が余りましたら、あの後ほど質問をさせていただきたいと思います。で次にですね。あの、今回の法改正案の2点目ですね。あの地方公共団体相互間の連携協力及び公共士の連携についてです。 今回の法改正案指定、指定地域共同活動団体制度というものが創設されます。改正案では地域住民の生活サービスの提供に役立つ活動を行う団体を市町村長が指定できるようになりますが、制度を使うかどうかは市町村判断に任せ具体的な指定要件は条,件条例で定めることとなっています。指定対象は旧町村中学,校区あ中学校区単位 程度で高齢者の見守りや子どもの居場所づくり防犯活動などを行う地域団体組織が想定されており法人格の有無は問わず自治体や NPO 社団法人なども対象になり得る可能性があります地域の活動を活発にするという言葉だけ取れば良いことですがこれは衰退した地方自治体の延命装置ではないかと思いました理由としてはこのような地域運営団体の多くが助成金や交付金を収期源としており今回の法改正においても 第260条において、特定地域活動、地域共同活動に関し、必要な支援を行うものとすることという明記があります。公金目当てにタックスイーターが群がる危険性があると考えます。タックスイーターとは、税金の無駄遣いをして、尻をむさぶる役人と、彼らと結んで、不当な利益を手にする民間人を指している言葉であり、このような指摘をされて、気分を悪くされる方がいるのは承知しておりますが、一方で、国民負担率が右肩上がりで上昇して、税金を納めている一般国民が高い 税負担に苦しんでいる状況を重く受け止め、私はあえてこのような言葉を使わせていただいております。え現在、多くの自治体において地域運営組織には助成金が交付されており、このような取り組みを現在の地方交付税が存在する状態で行われれば、より自立した地域運営は遠のき、公金ありきの組織運営を継続させるだけでなく、公金に群がる団体も出てくることだと思います。また、このように行政の役割や地域運営組織が似合うことは、反公務員化するということです。 団体制度と法改正の意義についいてお伺いします、えー、指定地域共同活動団体制度の創設によって、公共紙が連携していく環境を整備することが目的と理解するしますが、すでに条例などにより、特定の地域運営組織を定認定する仕組みを設けている自治体も存在します。自治体が行おうと思えば、現行法でも行うことができるにもかかわらず、今回、法改正を行う理由と意義を教えていただきたいと思います馬場総務副大臣。 人口減少少子高齢化等により地域社会がさまざまな資源制約に直面する中で住民の暮らしを支えていくためには地域の多様な主体が連携協働し地域における生活サービスの提供を担うことが重要となっていますこのため一定の要件を満たした地域の多様な主体について市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進事例があることを踏まえて 第33次地方制度調査会の答申では法律上も市町村の判断でその位置づけを明確にすることができるようにする選択肢を用意して活動環境を整備していくことが考えられるというのを提言がされたところでありますこのような提言等を踏まえ本改正では市町村の判断により生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体について 地域共同活動団体として指定しその活動を支援する制度を創設するものでありますこれによって地域の多様な主体による活動がより一層活性化され住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えております浜田聡さん はいあのまあ、活動が活性化することで,です、ねあの、公金の使い方の不適切性がです、ね、あの増長することがないことを懸念しております。えー、引き続きお伺いします、指定地域共同活動団体制度と地方交付税についてでございます。あの今回創設される指定,地域指定地域共同活動団体制度は、すでに条例などにより特定の、えー、地域運営組織をして認定する仕組みを設けている、えー、自治体の状況を見るに、助成金ありきの制度になっているのではないかと思います。 今回の法改正によって、自治体の条例によって、どのような分野においても地域活動と認められれば、地方交付税交付金がその当該団体に助成金として使われるという理解でいいのですが、それで正しいのでしょうか、でそれが正しいのであるとすればです、ね、このような地方交付税交付金が利用可能になれば、助成金を目的に地域団体が集まってきて、地方交付税の依存度を高める結果となる可能性があると思います。地地方自治を目的にしながらら他地域からのの金ありきの制度にな っててししまままいいいいい本来ののの地方自治かから遠のいてしまううでではないかという懸念でございますこのような可能性について、本来の地方自治における公金の在り方、地方交付税に依存することの是非について、どのように考えているのか、ご見解を伺いたいと思います山野局長。はい、えーお答えいたします、えー、今回の指定地域共同活動団体制度の創設によりまして、市町村が指定地域共同活動団体に対して支援を行うことができるとされていますが、 市町村による支援の内容につきましては、地域の実情に応じた創意工夫による取り組みとして、研修や情報提供、都団体との交流機会の提供なども想定されておりまして、必ずしも団体の助成金を前提としたものではないというふうに考えております。また、あの指定される団体は、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要があることから、他地域で活動する団体について指定を受けることは想定されていないというふうに考えております。えー、地方交付税でございますけれども、 これは地方税と同様に、地方の一般財源であることから、その使途が制限されるものではございませんので、この財源をどのように活用するかは、各自治体において適切に判断されるものと考えております。浜田佐藤さん。はいまあ、今回、創設される地底地域指定地域共同活動制度についてはです、ね、まあ、政府の態度、あのまあ、政府の姿勢と。 あの少し違いはあるかもしれませんが私の方から改めて問題提起させていただきます、えー、役所はですねもともと意味がない地域事業が大量にありますが、まあ、それをですね自分たちに人件費を払いすぎているため地域事業を実行する予算がありませんで、まあ、そこでですね町内会自治体 NPO に頼み込んで、まあね、何かやったふりをしており、まあ、今後はですね役場の役所の人数も増やせないので、まあ、正式に地域団体をですね準、まあ、公務員か反公務員かするうというものだと 認識をしております。まあ、これをこういった問題を解決するにはですね。そもそも無用な事業をやめれば。 いいのでははないかと私は考えます、えー、本来の住民自治とは自分たちの地域は自分たちで運営するはずですが現在では大多数の自治体が地方交付税交付団体です、えー、他の地域のお金で住民自治を行うことが果たして、えー、本来の住民自治なのかどうか、えー、個人的には賛同できるものではないです公金、えー、で地域経済が活性化するのであれば特に日本は現在のような低成長から脱していることだと思います金ののの使い方をです、ね、適切ななもとととするるための鍵となることとして 事務事業評価について伺いたいと思います今回の指定地域共同活動団体制度の創設による指定団体の指定を市町村長が指定できるという点について首長の公正な判断が求められると思いますが法律や条例による抑制には限界がありその有効性をチェックする機能が必要ですそこで地方公共団体で行われている事務事業評価を全国の自治体に導入することを提案したいと思いますこの事務事業評価については私が参議院の各種委員会で何度も取り上げておりますので詳細を省 きますが地方自治体が行っている事業を国民がチェックできるような評価表というもので、これは各地方自治体によってインターネット上で公表されております。事務事業評価表は自治体ごとにさまざまなものがあります。今回、その一例を配布資料として用意しました、茨城県那珂市の事務事業評価表でございますその一つでございます。 あの内容としてはですね、SNS 運用を積極的に採用しているものの、事業を見直して、効果が見えない SNS からは、効果が期待できる SNS へシフトし、予算の削減も実行しているものでございます、でまあ、この中市の評価表はですね、あのそれぞれあのしっかりとした評価表が、評価項目があると思うんですけど、その中にユニークかつ意義のある評価項目があります。そそれはです、ね、その事業を始めたきっかけ というものでございます、えー、おそらく地方でもこあの国でもですね公金を使いながらなぜこの事業を続けているのかわからないというものは多いのではないかと思いますこういった現状に一石を投じる項目としてまあ、ユニークかつ意義あるものでないか,かと思います まあこの中市のようにですね積極的な取り組みをしている自治体もあれば一方で残念なことに事務事業評価を公表していない団体も全国半数近くあると認識をしておりますそのため地方交付税が使われるのであれば日本全国民が首都について 知る権利があるのですが、まあ、現状はそうなっていないわけでございます。このように自主財源ではない公金が使われる事業について、首都を公開すべき、事務事業評価をしっかりすべきと考えますが、ご見解を伺いたいと思います山野局長、えー。お答えいたします、えー。いくつかご指摘がございました、まず、えー、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、えー、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、 指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、えー、議会や監査員によるチェック機能などを通じて、公正な判断が担保されるというふうに考えております。えー、交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に、市との制限はない一般財源でございますので、これをどのように活用するかは、それぞれの自治体の判断に委ねれておりまして、 財源の種類にかかわらず、各自治体の意図は決算などを通じて対外的な説明を適切に行っているものと承知しております。ご指摘の地方公共団体の事務事業評価でございます。これは住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るものでございます。その結果やプロセスを公表することは、これは重要であるというふうに考えております。浜田聡さん。 ありがとうございます。あの、地方自治体がですね、各々この事務事業評価をしっかりと積極的に取り組むことを期待しつつ、総務省からもですね、あの、公金の使い道をしっかりするという観点から各自治体に適切に働きかけをしていただければと思います。その点期待しております。